これまでの監督歴から見たときに七海監督のサッカーってどんな感じだったんですか？今コーチですけど。J3 ではなかなかうまくいかなかったですよね。そんだけ七海コーチの権限が大きいとしたときに彼の目指すサッカー像が見えてこないと選手も分かりにくいでしょうし、今回初日からほぼ全ての練習行ったんですね。これは1年間ぐらい七海コーチを育成する期間なんだなと思いました。コーチを育成するんですか？はい。中西さんは今回の試合見てて七海さんの目指すサッカーの方向性ってなんとなく見えてきたところありますか？やっぱ古田選手が活躍できるようなチームのパターンも作らないと8つ戦えるチームには僕はならないと思うんですけどね。上田選手で優勝ってちょっと足りない気がまだして、もっと点取ってほしいし、大谷級選手のサッカー選手が出てきてほしい。ウイングにいる三笘選手とか堂安選手とか久保選手にいい形で渡すためのシステムだっていうふうに森保監督も言ってるんですけども、そのためのビルドアップがうまくいかなかったんですよ。その設計が。で、まあ、これは根本的な話になりますけども、こういうふうにやったらうまくいくっていうコーチを別に連れてきたわけじゃないんですよ。七海さんが別にクラブでそういうことをやってたわけじゃ、松本山雅でやったわけじゃないので、普通はこういう形をやってるからこういう指導者を連れてきて それをやってくださいってなるんですけども、そうじゃなくて今適材適所というか、もう今の日本代表の置かれた状況をいろんな鑑みて七海さんが来て、でその中で最善を尽くしてくれっていう形になっているので、七海さん自身もおそらくトライアンドエラーを今の時期なんだと思います。要するにサイドバックを入れるっていうのも具体的なすごいノウハウがあってやってるわけじゃなくて、これやったらうまくいくんじゃないかなっていうその想像を込みでやってるから、まあ試合を通してブラッシュアップしてるんだと思います。これまでの監督歴から見た時に七海監督のサッカーってどんな感じだったんですか？今コーチです。僕ジュビロの時あんまり見てないんですけど、松本山川の時見てた時はカウンターでしたね。長いボールを使って前線に非常にスピードのある選手がいたから、まあパワーのある選手もいたし、そういう個人の速い選手を生かす長いボールが多いサッカーでしたね。あんまり結果も出てませんでしたし、ちょっと、まあ、人自体は2時代古くないですか？予算的には小学校は期待されたんですけども、選手の質としても、J3 か J2 に上がれなくて、そこは厳しい評価をされてますね。で古いかもしかしたらいい選手であれば新しいコーチになれる、新しい監督になれる可能性はあると思うんですけども、松本山雅という J3 ではなかなかうまくいかなかったですよね。そうですよね。けどそんだけ七海コーチの権限が大きいとしたときに彼の目指すサッカー像が見えてこないと、なんか選手も分かりにくいでしょうし、我々も批評しづらいと思いますね。これはもう僕今回初日からほぼ全ての練習行ったんですね。1回だけ大阪の前日練習行けなかったんですけども、それ以外の活動は全部行ったんですが、まあ、七海さんの練習を見たいなと思って行ったんですけども、まあ、オーソドックスな練習が多くて、で約10日間ぐらい見て思ったのは、これは1年間ぐらい七海コーチを育成する期間なんだなと思いました。コーチを育成するんですか？はい。どういうことですか？要するにめちゃくちゃいい指導者を連れてきたというよりは、ポテンシャルの高い指導者が日本に何人かいて、そのうちの一人を、森保総監督というか森保さんのマネジメントの中に入れて、コーチも育成していこうっていうプランと解釈しました。要するに、まあ、人材なんじゃないですか。日本の中に指導者、なかなかいないと、そういう中で可能性のある、育つ可能性のある指導者をスタッフに入れて、まあ、構築していくしかないという状況だと判断したんじゃないかなと。チームによってなんか比重って違うと思うんですけど、コーチの比重が上がったんですか？例えばドイツ代表とかもレーブ監督とフリック監督が、コーチがいて、そのフリックさんがまた今代表をやるぐらいで、はい、クリンスマン監督とレーブコーチの関係にすごい似てると思いましたね、見てて。で会見には森保さんが出るし、選手の交代とか先発も決めてると思うんですけども、公開されてる部分の練習はほぼ全て七海さんがやってました。なんか会社に当てはめると結構 CEO でバリバリやった人が代表取締役のまま会長になったりするんですよね。それで社長が昇格したりするんですけど、それにちょっと似てますね。そうですね。それぐらい七海さんの権限が大きいってことなんですね。ミックスゾーンで選手と話していると、前は横内コーチだったんですけど、横内コーチの名前が出てくることはほとんどなかったんですが、今は七海さんの名前がすごい出てくるので存在感は大きいですよね。ただまあ公開されているところの練習しかよく見てないんで、非公開の部分はどうなんですかね。そこはちょっと分かんないですけども、まあ、JFATV のチームカムで森保監督がちょこっと映ってた時にはすごい紅白戦で熱血指導してたから、まあ実戦形式では森保さんがまだ
あの手綱を締めてやってるんで、うんうんうん、また戦術担当監督みたいな感じが七海さんなんだと思います。はあ、中西さんは今回の試合見てて七海さんの目指すサッカーの方向性ってなんとなく見えてきたとこありますか？まあ今いる選手たちをもう一回こう並び直してこう誰を最優先するかっていう概念を捨てて、まあ競争の原理を働かせるっていうことはまあもちろん感じましたし、まあそれは絶対やった方がいいと思うんですよね。でまあいきなりこの2試合で素晴らしい結果と素晴らしい内容を出せっていうのは簡単なことではないので、そこはまだこの後の試合を見ていこうというふうに思いますけど、そのやっぱり一つの基準はもう僕来年の1月のアジアカップだと思ってるんですよね。そこで結果が出るかどうかによって、そこでそのアジアでまあボールを握って勝てる戦いができるか、まあ前回もお話ししたんですけど、そこまでの立て付けがこの来年のまあ年末、今年の年末、来年の頭までにできて、それがアジアカップで発揮されれば、その後はあると思うんですけど、もしかしたらそこでこう何かね考え直す JFA 側が、もしアジアカップで結果出なければっていう可能性もあるんじゃないかなっていうふうに僕はまあ見てますけど、一つ想像されるのは、七海さんもどっちかというとマネジメントタイプの指導者だと思うんですよ、戦術家っていうよりは。だから森保監督寄りというかマネジメントっていう意味で、なので戦術担当コーチを新たに1年後うまくいかなかったらさらに加えるっていうのはまあ一つのプラン B としてあるんじゃないですかね。若い戦術家コーチを入れる。ここで問われるのが、まあ、前々からおっしゃってる攻めの形ができるか、攻めをなんか ロジカルというか型にはめてできるかってところだと思うんですけど、今回そこはもうほとんどあんまり見えてこなかったってことです、まあ、チャンスがなかったっ、トライしようとしましたね。トライしようとしたけど、それで成功した方を連れてきてるわけではないので、コーチ陣含めてトライ&エラーをやってるという時期っていう意味で、僕はコーチ育成の1年間っていうふうに呼んだんですけども、まあもうそうなった、こういう体制の以上1年間はまああのそれを待ってじゃ、今すぐダメというんじゃなくて、やっぱりちょっと可能性を信じて、まあ、アジアカップでどうなるかっていうところまで、まあ、これを4年間の限られた時間を浪費していると見られたらまあそうかもしれないですけども、個人的にはまああの正直だから なんでこういう体制になったのかっていうところはやっぱまた考えなきゃいけないんですけども、今は、前は選手に話し合ってもらって意見を吸い上げてやるって形は最後あのドイツとスペインを破るってところまで行きましたけども、今度は世界一を目指すってことで、やり方をまたフラットに一回リセットして、あの合議制じゃなくてトップダウンに戻ったわけですけども、でそこで形を作るってことに関しては、まあ、世界でもそれはできる監督が少ないわけですよ。でその人たちを連れてこれない現実がある以上、まあ、コーチ含めてトライアンドエラーでチームとして育っていくっていう風に今なってますよね。それはまあ現実に起こっていることで、どうするんですかね。これだから真面目に考えたら、まあもっとやりようがあるだろうっていう意見も当然あるんですけども、だ結構今 YouTube とかサッカー YouTube とか見ると厳しい意見が飛んでますけども、僕はもうちょっとまだ温かい目で見てますけどね。中西さん厳しいですか？もうすでに。いや、まあ今回はこれで2試合やって、6月にどういう選手を選んでどういうふうにやるかでしょうね。で、まあ僕はそのやっぱりさっきも言った通り、今ヨーロッパでサッカーしてる選手たちで、まあかなりハイパフォーマンスなのはやっぱり伊東純也選手、久保建英選手、三笘選手、この2列目の、まあ、3枚の並びですよね。でここはやっぱり活かせるような後ろの方の立て付けを急いでやるべきじゃないかな、この3人が活かせないと4のストロングポイントってこれから見出せないんじゃないかなと思いますし、崩すという概念を、まあ、この3人なら僕は作り出せる可能性があると思ってますけど、あとやっぱこうフィニッシャーの部分で、じゃあ今回じゃあ、まあ、僕見てる中じゃあ上田綺世選手は、まあ、僕は可能性はすごく感じるけど、じゃあもしかしたら古橋選手の方がいいかもしれないし、まあ、今回選ばれませんでしたけど、その、まあ、2列目が伊東純也選手、久保選手、三笘選手だったら古橋選手活かせるんじゃないかなって僕はずっと思ってるんで、そういう並びも、まあ、その後ろにじゃあ今回やった鎌田選手と森田選手がつくみたいなね、そういうものになれば、ちょっと僕は、まあ、また違ったものも見えると僕は思うんですけど、まあ、そういうふうに6月
まあ、ちょっとそういうようなものを見てみたいなっていうのはありますね、僕は個人としては。森田選手があのミックスゾーンで言ってたんですけども、もうズームとかでみんな集まって話し合ったらどうだと、代表選手その監督含めてね。あ、いいですね。っていうのはあの一選手の案として言ってましたね。ただ言いづらそうにして、あ、行っちゃったって感じで言ってたので、もしかしたらもう森保さんがそれを準備してるのかもしれないです。あ、でそれをやんないとやっぱりこれのサッカーできないと思うんで。そっか、代表チームって集まってる時以外は交流ほぼないんですかね、選手同士。あ、個人的にはあるでしょうけども、うん、その代表チームとしてズームで会議やるとか今までなかったんで。あ、それをまあ、ドイツ代表やってましたから、まあ、ドイツ代表いい結果出なかったですけども、まあそういうふうにやってるチームもあるんで、まあやった方がいいとは思いますね。確かに今回代表選手ってまたなんか3ヶ月後とかでなると、うん、PDCA を回すのが遅いっていうか。そうなんですよ、忘れちゃいますよね、前の課題を。で、堂安選手の不満も分かるし、それはやっぱ話した方がいいですよね、みんなでね。その先ほどフィニッシャーのところで上田さんに、上田綺世選手に可能性感じたってとか、どういうところですか。やっぱりヨーロッパで点取ってる自信がやっぱりプレーに出てましたよね。こういう形で受ければ、まあ、例えばしっかり落とせるとか、うん、あ、このボールが来ればヘディングで叩き込めるとか、うん、まあ、叩き込めなかったんですけど、叩き込めそうな場面は何度もあったし、うん、はい、うん、かなりこうフィジカル的にもね、タイトなコロンビア相手に高さ出せたりとか、まあ、ウルグアイ相手に、ね、PK に値するようなポストプレーしたりとか、うん、結構僕はまあ向こうでやれてることの自信が、うん、やっぱり代表チームの中でもちゃんと見せられてたなっていうふうに思いますね。まあ、あとは古橋選手はもう結果とにかく出してるんで、うん、やっぱり前もちょっとここで言ったんですけど、やっぱ古橋選手が活躍できるようなチームのパターンも作らないと8つ戦えるチームには僕はならないと思うんですけどね、僕は。そうだ、見る方も今回からはやっぱり優勝から逆算して見ていいと思うんですよ、その厳しく。それは森さんが公言してるんで、うん、だそう考えると上田選手で優勝ってちょっと足りない気がまだして、もっと点取ってほしいし、だから今 J リーグで結構大型フォワード増えてるんですよね。めちゃ身体能力高いフォワード増えてるけど活躍それをできてない、これをうまく変えていければ、まあ、新しいエースが出てきて大谷級選手のサッカー選手が出てきてほしいなと思ってるんですけども、例えば今ジュビロで17歳の後藤っていう長身選手がいてすごいいいんですよ。だそういう選手が今後育ってほしいなと思うし、どうですかね、大型フォワードなかなか体制してないですよね、日本で。いやー、なかなか難しいですよね、うん、やっぱりこうゴール前でもちろんその体が強いっていうんだったらもう半端なく強くないと、相手のセンターバックの高さと体重の重さがあるとこうなぎ倒していけないんで、でなのでやっぱ僕はその、まあ、絶好調時 その香川選手のように、まあ、もちろん香川選手はセンターフォワードではないんですけど、まあ、ペナルティーエリアの中入っていって体重が軽いとかっていうことが逆にポジティブに働くようなトラップがうまくて、そのままトラップで抜け出してそのままシュートに行くとか、うん、まあ、小回り効いたターンからシュート決めるとかっていう、そういうプレーって日本人にとってはすごく、実は体が小さいし小回り効くしアジリティーあるしってなった時には相手にとって嫌だと思うんで、やっぱ僕はやっぱ古橋選手みたいなタイプっていうのは反転もうまいし、あとゴール前で何度も何度も起き直せる選手だし、まあ、実際とにかく点取ってるんで、まあなんとかそういう選手ももちろん、サイズ大きい選手ももちろんいればいるほどいいに決まってますけど、そっちの方の可能性も、ね、見出してほしいなっていうふうには僕は思いますけど、まあ、とにかく使ってほしいですね、選んでほしいし。町野選手にはちょっと限界が見えましたか。いや、やっぱりそんなことはない、あれじゃないですか、緊張もあったと思うんですよ、その代表経験がそんなないので、うん、そこはやっぱりメンタル面、その緊張すると力出ないってやっぱありますよね、サッカー選手。まあまあまあ、緊張っていうよりはそのミスしてもいいからもうガンガン行ってやるっていう時期はちょっと出した感が僕は、うん、そのある程度この大事にボールを収めたいっていうようなプレーが結構多かった気がする。なるほど、僕が見るとね、だから本人はそう思ってないかもしれないんで分かんないんですけど、でも僕はポテンシャルが見え、ま、あの限界が見えましたかねって言ったら、山田そんなことないと思いますし、あ、左利きっていうのはやっぱりこう僕は、うん、なんかやっぱり相手にとってもね、戦いづらい面がやっぱあるんで、僕はそこはポジティブに働く部分もあると思いますし、まだね、何回かもしチャンスがあればもちろん使ってほしいし、そういう選手の一人ですね。ゴールも決めましたけど、西村選手はどう評価されますか。
すごいスピードありますよね。かなり守備のインテンシティは相当高くて頻度も多いし、まあ、あと彼みたいなこの貪欲な選手が出てくることによって他の選手は刺激を受けると思うんで、まあ、実際マリノスでもねやっぱそういうプレーはずっと去年から、まあ、走ってる距離走行数見てもそうだし、まあ、チームに対してこう守備の部分でスイッチも入れられるっていう意味では僕はまあ今回は一定の評価が得られた選手の一人じゃないですかね、はい。まあ、ロジカルな選手というより本当直感的な選手なので野性味があるというか、まあヨーロッパにまた挑みたいという気持ちもあるようですし、そこで一皮向けたらやっぱポテンシャルはすごいですね、スピードの。運動量もね J リーグ1とかってね出てましたよね。ただなんか代表で定着する雰囲気の選手ってなんかある気がするんですよ。それはなんかある程度の協調性だったりとか、例えば中島翔也選手チームにやっぱ馴染めずに性格的なところで、そこでそれだから選ばれなくなるってわけじゃないんですけども、長期間見ると代表に合うタイプ合わないタイプってああいうその技術以外である気がして、中島さんなんかそういうのはないですか、そういう。まあでもある程度のその協調感がないと自分の良さを引き出してもらえないところは絶対あるじゃないですか。だからお互いやっぱり良さを引き出せるような選手であれば一緒にプレーしたいというふうに思うでしょうし、輪にやっぱ入っていかないと今のところ僕の印象では長い期間西村選手が定着する感じはしないんですよ。それはやっぱ他の選手との話し方だったりその一緒にいる時の振る舞いがやっぱもっとなじ入り込んでいかないと、まあ、中西さんがさっき言ったじゃあパスが来ないとかそういうのもやっぱあるのか、まあ、パスが来ないところまで言わないまでもものすごくそのプレーがシンクロするっていうところにはやっぱり至んないのかなとか、それはずっと前からハーフナーマイク選手とかがなんでじゃあ長くできなかったんだろうとかずっと思ってたんで、中島翔也選手もそうですし、だそこはやっぱ日本代表っぽい選手ってやっぱいる気がするんですよ。ああ、格というかハマってる感があるというか、ハマってる感がすごい。監督はそれを意識するのか分かんないんですけど、外れていくんですよね。なんかその意味で森田選手ってなんかドンドンっていうか、なんか中核感が出てきた感じしません？そう、2試合目はそうでしたよね。私は遠藤選手と組むより岩鎌田選手とやった方がすごい指示を出してたんでやりやすかったのかもしれないですし、まあ、年齢的にも上ですしね、その裏番長的なタイプではありますよね。だそこはどういうふうにチームを作っていくかにもよるんでしょうし、まあ、フロンターレ勢が多いから、あと関西系の選手ですし、大阪出身の選手ですし、鎌田選手の関西方面っていうか、まあ、愛媛ですけども、なんていうかフィーリングが合うんでしょうし、そこはあの西村選手とはちょっと違って、まあ、チームにはもう馴染んでる感じはしますね。鎌田選手は なんかそんなに輝いてる感じには代表でうまくいかないんですよね。何ですかねこれは。まあ、ワールドカップの時のね、まあ、あんまりこういいパフォーマンスできなかった部分をこの数ヶ月まだ引きずってる部分あるんですか、そのドイツでプレーしてて。まあでもこれ長谷部選手が あるインタビューで言ってたのは、やっぱワールドカップ前の方が良かったと、でその時のキレを取り戻してないっていうふうに長谷部選手は言ってましたね。その疲れてんじゃないですかね、僕見てる時に。 あるかもしれないですね。僕見ててその遠藤航選手もそうなんですけど、やっぱ鎌田選手も疲れてる、ずっと試合出てて代表でも出てて、で僕は蓄積疲労みたいなのも絶対あると思うんで、疲れももしかしたらあるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。今回韓国代表のナポリのキム選手が、なんかやっぱ移動が大変でもうこの代表に帰ってくるの辛いみたいな話が話題になってましたけど、アジアのヨーロッパで活躍する選手って代表とどう折り合いつければいいんですかね。こんだけ遠いと本当疲れますよね。そうですね。まあまあ僕は前からずっと言ってますけど、本当余計なお世話だし、こんなこと言ったらまあ批判する人もたくさんいるかもしれませんけど、僕はそのヨーロッパで代表戦やるんだったらヨーロッパの選手なんで、日本でやるときは日本の選手でやってもいいんじゃないかって極論も持ってます。それありですよね。それでそれ2セットぐらい組めるぐらいにしといてどっかで合わせるみたいな、そんな無理だってみんな思うかもしれないですけど、それの方がチャンスはたくさんあるし、それからいろんな選手を見ることもできるし、その選手たちの その身体的な負担も減るし、でまあ、特にワールドカップの2次予選ぐらいまでだったら国内組だけでも倒せるようなチーム、もうかなり編成できるとは僕は思うし、 あとはその 4.5 から 8.5 に枠が増えるっていうことを考えても、まあ、J リーグの選手たちをちょっと
多めにするっていうか、うん、まあ、全部をそれにするってちょっと現実的じゃないかもしれないですけど、うん、やっぱりそういうことも考えてもいいぐらいに、まあ僕は、うん、やってもいいんじゃないかなと思います。まあ多分それはやらないと思うんでね、うん、あれですけど。確かに優勝って目標を変えた以上それぐらいやらないと絶対勝てないですよね。まあそうですね。だからもうドイツに拠点が一応あるので親善試合は全てヨーロッパでやるって針振ってもいいんですけど、やっぱスポンサーもね、あるんで、うん、だから J リーグの選手だけ集めても必死にやればなんか観客結構入りそうな気もするんですけどね、代表戦。そうどうですか、ね、確かに。いや僕はサイズ感が変われば別に、うんうん、6万とか7万とかっていう競技場でやるならちょっと難しいかもしれないですけど、うん、じゃあ今回のじゃあ大阪でやってゲームで今ヨド、うん、あれ今ヨドコでしたね。あれ4万ぐらい入るんですか、そこ。すいません、聞き逃しました、観客数。でも そんな大きくないスタジアムでも別にすごくいい雰囲気、試合の時いい雰囲気だったんですか。すごい入ってましたね、うん、だからサイズ感、そのスタジアムのサイズ感で十分、うん、ね、埋められる可能性はあると思います、ねうんまあ、J リーグの盛り上げにもね、うん、一役買えますからね。そうだと思います、うんまあ、だから佐々木さんが言うように今までで同じことやったら優勝なんて無理なわけで、うん、そこは森屋さんが掲げた以上ドラスティックにいろいろやってほしいですよね。しかも欧州で例えば欧州の一流チームと欧州勢だけで戦ったら視聴率高いと思うんで、うん、そこのスポンサー収入そこで得られるんじゃないかな。あどう考えてるんですかね、現場 その集客のあれのスポンサーがどう考えてるかとか、うんまあ、JFA としてどうかっていうのがあるでしょうけども。そうですね、本気の、ね、フランスとか、ねうん、ドイツと戦ってるところ見たいですよね、うん、それがもう本当に今、ね、ネーションズリーグでできない。あそこネーションズリーグであれは、ね、そこは本当にまあね、難しいですよね、まあ、ドイツがユーロ開催国なんで予選がないから、うん、あのやりやすいかもしれないですけどね。あ確かにペルーとかと戦ってましたよね、うん、確かにそうか。いや分かりました。で、まあ、古橋選手も呼んだ方がいいという話でしたけど、前もお聞きしましたが、旗手選手はどうなんですか。今回やっぱ来なくて、けどブライトンに移籍の噂も出てきたりとか、うんまあ、実力的にはもう入る力絶対ありますよね、うん、だそこは本当にだからいつかチャンスは来るんじゃないですかね、うん、三笘選手とのライン見たいですよね、うん、左サイドバック今人材なんですからね、うん、そこの4バックの左っていうのはあるでしょうし、うんまあ、インサイドハーフもねやれると思いますし、はいうん、4-3-3 になった時には結構ハマるポジションはあると思いますけどね、うん、そうですね。ありがとうございます。ということで今回この振り返りをさせていただいて、また次回代表戦の時にまた、はい、あの振り返りをお願いできればと思います。今日はありがとうございました。